行こう。から代々木公園の桜見に行きます。行こう。今日は風が強いね。これ以上の現実、これよりきついけど。昨日雨降ったから桜散るかと思った。散ってなくて安心しました。右に見えるのは代々木体育館です。大きいですね。何メートル、何メートルあるか予想してみてください。左側にある建物は NHK ホールです。この通りは冬になったら青いイルミネーションがたくさんで、青の洞窟って呼ばれてるんですよ。春も冬も楽しい。ビールが売ってます。コーヒーとビールが。フランクレープ花見のシーズン、桜の食べ物がたくさん置いてあります。
テントなんだろう。テントかな。だから傘差すね。晴れてる日の桜もいいけど、雨降ってる時に見る桜も結構好きです。やだよやだよ完璧やん、まじで。今の階段は何段あったでしょうか。正解は42段でした。結構急な階段だから降りるとき気をつけてね。すごい桜が。綺麗。桜が綺麗。これはみんなバラかね。人がいっぱいいます。みんな桜を見に来てる。綺麗。桜はピンク、濃いピンクと白っぽい桜があって、私は白い桜が好きだから代々木公園の桜すごい好きで、本当に綺麗、うん、景色がピンクで可愛い。
びっくりしたなんか。すごい伝えるとこだった。めっちゃ分かる。ピクニックしてる人がいっぱいいる。まだ咲いてないつぼみたちがいっぱいいる。あっちはちょっと葉桜になってる。私の好きな真っ白の桜を見つけたので行きましょう。これ映せなかったんですかって、やばいよ。みんななんかピクニックしてる。楽しそう。これ誰の何、これが白い桜です。かわいい。あっち、あ、なんか入っちゃいけない。すごい、満開。すごい、こんな近くで桜見れるのなかなかないから嬉しい。何色の桜が好きですか？これはなんで囲われてるんだろう。あ、倒れる可能性がある桜。なんか桜の幹を踏んだら桜が倒れちゃうからっていうことみたいです。あの、手が届きそうな。でもこれは取っちゃダメですよ。いろんな国の人がいて楽しい。ちょっと雨も弱くなってきたかな。上は桜咲いてるのに下枯葉いっぱいあって変な感じ。静かになりました。なんか変わった形の桜見つけた。見てみよう。
何の花だろう。分かったら教えてください。噴水があるね。噴水どこに行きましょう。え、綺麗。すごい。さっき見た桜とまた雰囲気違って。綺麗。雲もお花見。急に強い雨が降ってきちゃいました。ゲリラ豪雨だ。すごい。あーすごい。右見て、雪みたい。桜がすごい散ってる。わー綺麗。あの紙吹雪、いや雪みたい。綺麗。ここにちっちゃい橋がある。雨強くなってきたね。
桜の絨毯みたいな。なんか見る桜もかっこいいですね。あの桜伸びすぎて地面についてますよ。今日一番近くで見れてます。ハートです。花びらはハート型なんですよ。
今日楽しかったね。代々木公園の桜でした。じゃあねー。